前回まではシェルターについて紹介してきました。国のトップやエリート層と言われる人々はすでに万全の準備ができていて、しかし日本のシェルター普及率は約 0.02%、 疫病の影響により今またシェルターの問い合わせが増えているなどと紹介をしてきましたが、今回は名前はよく知られているがあまり詳細が知られていない現代版ノアの箱舟、スバールバル世界種子貯蔵庫について紹介をします。急速に変化する未来に向けてどう受け止めるか、それは皆さん自身です。もし地上で人類が何かしらの影響で住めなくなったとしたら、気候変動、人口爆発、食糧危機、環境破壊、種の絶滅、もし最悪の事態が起きたと想定し、備えがなければ待つのは死。様々な捉え方、考え方はある。ある専門家や学者は警告をしたり、その警告を否定したりと、終末への議論は今も尽きない。当チャンネルでも都市伝説や世界情勢を中心に様々な観点からの情報共有や考察をしてきましたが、やはり終末についてはよくテーマになる気がします。そして実際に起こってはならないが面白い。全てがフェイク、個人的にはそうとも思いません。様々な専門家や学者が終末またはそれに近い未来を警告しています。さて皆さんはスバールバル種子貯蔵庫をご存知だろうか。2008年2月26日あの有名なビル・ゲイツの主導のもと作られたとされる世界最大のジーンバンク、スバールバル種子貯蔵庫、またの名を現代版ノアの箱舟。旧約聖書創世記の洪水伝説で知られるノアの箱舟にちなんで付けられた名前だ。正式名称はあらゆる危機に耐えうるように設計された終末の日に備える北極種子貯蔵庫。スバーバル種子貯蔵庫はノルウェー領スバールバル諸島最大の島であるスピッツベルゲン島にあります。スバーバル諸島は永久凍土の地としても有名で、施設内は室温マイナス18度からマイナス20度に設定されており、1500箇所以上の研究機関から農業用の種子を収集しており、今では地下130メートルに設けられた3トン貯蔵庫に100万種以上の種を保管しています。ここ近年ではデジタルコードを使用し種のデータの保管もしているようで、世界最大の名にふさわしいと言っても過言ではないと思います。保管されている種は冷凍保存されており、内部はブラックボックスになっていて、種を預けた本人だけは引き出せる仕組みになっているそう。ではなぜスバールバル諸島が選ばれたのか。永久凍土であること、地盤が固く安全であること、ノルウェー領だが独立行政区であること、非武装地帯であることが約束されていること、最高の立地条件で施設が建てられていることが分かりますよね。種子貯蔵庫は温度変動と海面上昇の影響を受けにくくなっているだけではなく、テロ攻撃にも耐えられる仕組みになっています。1998年のアメリカ自然博物館による調査によると、 70% の生物学者は現在感染性大量絶滅が起こっていると見ているといいます。ハーバード大学のエドワード・オズボン・ウィルソンは、人類が引き起こしている生物圏の破壊によってこれから100年間の間に地球上の半分の種が絶滅するのではないのかと予想しているといいます。さてこれまで地下シェルター、そしてスバールバル種子貯蔵庫を紹介してきましたが、結論、いろんな観点で見ても地球上の生物や植物が危機にさらされていることがわかります。それが自然の要因や人為的な要因、そして自然的人為的が混雑した要因もあることがわかります。なぜ今当チャンネルが取り扱ったのか。今地球では様々な問題を抱えています。世界情勢や地球環境を見てもすぐにわかることです。
中には今大丈夫だったらいい、これは全て茶番だといった意見もあります。しかし権力を持った人ほどこのことに関しては備えをしていることがお分かりでしょうか。もし明日大地震が起こったら、もし自分の子供が将来このようなことで苦しむことがあったら、世界の動きは茶番劇だったとしても巻き込まれるのは何もない一般人だったということを忘れてはいけません。未来はどうなっているのか分かりません。いい未来にするためにはいい未来を想像することも大切だと思います。しかしそのためにほんの少しの一手間を入れることで劇的に未来が変わる可能性もあります。物事は決めつけるもんじゃないと思っています。変動する出来事に対し柔軟な選択肢を複数持つことが大切なのかもしれません。未来のために。